はい、どうもリバーシブルです。よろしくお願いします。ちょっと聞いてくださいよ。いいこと思いついた。びっくりした。何ですかいきなり。いいこと思いついてん。思いついちゃったんですか。俺たち飼育員はな、はい、こう動物の飼育するっていうのはもちろんなんやけど、うん、こうお客さんに動物のこととか、うん、環境問題のこととかを知っていただくっていうのも仕事の一つやんな。そうなんですよ。だから今こうしてリバーシブルというコンビを結成して、お客さんにあの漫才を通してね、知っていただこうとしていますからね。そう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 。でね、こうお客さんにもっとこう印象を強く残すためにはどうしたらいいんかなってこう考えてんな、うん、はい。なんと、うん、この度その答えが出ました。これ答えとかあるんですか。あんねん。出たんですか答え。あってん、この答えが。すごい。あ、ほなちょっとじゃあ行くで、はあ、行くで、はい、行くで。今別れの時、飛び立とう未来信じて弾む若い力信じて、この広い空に。ないや、なってどういうことですか。いや、歌うってことですか。そう、つまり替え歌や。替え歌を動物のことについて変えることによって、お客さんにより印象強く覚えてもらおうっていうこと。あー、なるほど、面白そう。この今歌った旅立ちの日なんか中学校の卒業ぐらいの時やけど、まだ覚えてるやろこうやって。まあ確かにね、そのぐらいよく強く残るんよ、うん、印象。まあまあ、でもあの、うん、替え歌もいいですけど、うん、あの桂浜水族館にですね、うん、カワウソラップっていうもう最高傑作があるじゃないですか。すでにオッターさんの黒歴史な。黒歴史。 あら、脳幹。なんでですか。脳幹なんでですか。あんな素晴らしい歌を。脳幹です、あれは。あの皆さんよろしければ、うん、あの下の概要欄にリンク貼っておきますんで見てください、ね、おい勝手なこと言うな、はい、お前概要欄のリンク貼るのわしなんやから、勘弁してくれお前。あ、まあ、うん、で、あの、うん、マルノンが考えた替え歌はどんなんなんですか。あ、オッケー、じゃあほな一回歌うわ。うん、でこれ今から歌うんやけど、この替え歌は動物についての替え歌なんやけど、うん、これ当ててみて。あ、わかりました。あの、ちなみにあの桂浜水族館にいる動物の替え歌。桂浜水族館にいる動物ね。そうそうそう、わかりました。いきますよ、はい、いきます。ててててててんてて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 て、うん、明日今日よりも好きになれる、あふれる想いが止まらない。今もこんなに好きでいるのに言葉にできない。君のくれた日々が積み重なり、過ぎ去った日々には歩いた奇跡、僕らの出会いいいが、もし偶然ならば、運命ならば、君に巡り会えた、これって奇跡。庭寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑っていたくて、ありがとうや、ああ愛してるじゃまだ足りないけど、せめて言わせて幸せですと。はい、歌い切りました。そのまま歌ってるだけでしょ。何気持ちよく歌ってるんですか。全然替え歌になってなかったですよ。ちゃんと聞いてましたか。聞いてましたけど。ちゃんと聞いてました。じゃあほなヒント。ヒントじゃあ、あの前奏だけ歌うわ。はあ、聞いてるよ。てててててててんてて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 、うんうん、フンボルトペンギン。正解。正解です。前奏にフンボルトペンギンの声混ざってた。てか鳴き声激似ですね。ありがとうございます。ちょ、もう一回やってください。もう一回よ。じゃあより似せるわ。うん、いや、皆さんね、本当にこんな感じの鳴き声ですからね。てか、変えてたのここだけ。いやいや、あの2人寄り添ってのとこ、2羽寄り添って言う。1文字だけ、1文字だけの替え歌。
あまあでもペンギンってには寄り添いますからね、ペアになったらね。そうそうそう、じゃあ調子でできたわ、調子でできた、調子でできた。もう一曲いくわ、もう一曲、もう一曲、もう一曲作ってきたから。ああそうなんですか。これも同じルール当ててみて。あ、ハマスイにいる動物やな、今度こそ当てます。当ててください。行きます。ハマスイにいる動物ね。はい、行きます。はい、今私の願い事が叶うならば、尾びれが欲しい、この格子にいるかのような力強い尾びれが欲しい。泳ぐ時にはロスが多くてスピードが出ない、陸に上がれば役割皆無、こんな講師なんて いらへん。はい、これ分かりました。分かった、さすが。では正解をどうぞ。これはアシカ、アシカの替え歌です。だって講師後ろ足って言ってましたもん。ブブー、違います。違うんすか、アシカじゃないんすか。だってアシカは陸に上がったら講師後ろ足使いよるやん、よじ登る時とかに。ああまあ確かにね。そうだから、だから役割皆無ではないわな。あまあ確かに。じゃあ答え何なんですか。正解はアザラシでした。惜しかったねー。そうそうそう、アザラシがこの後ろ足、後肢がイルカみたいな尾びれやったらええのになーっていう替え歌やねんな。あーなるほど。でまあまあこれちょっと解説していくと、うん、アザラシって泳ぐ時にとにかくロスが多いわけ、あいつら。後ろ足をねこんな感じで動かして泳ぐんですよね。まあストロークっていう動きなんですけども、この時にこの時に水の抵抗を受けるんですよね。まあ確かに。そうで、こうドルフィンキックの場合はもう全然水の抵抗を受けないですから。で、うん、でただねアザラシのすごいところって、こんなロスある泳ぎ方、後ろ足を使ったストロークの動きでもう時速25キロぐらいは出んねんな。まあでもイルカやったら60キロぐらい出るんですけどね。そう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 。ほんでな、ほんでな、ちょっと喋らして、陸上に上がったらよ、うん、陸上に上がったら全くこうしてこれ役に立ってへんから、はあ、あれアザラシ歩くとき後ろ足もう引きずってるだけやからな、うんうんうん、そうそうそう、引きずってるだけで全然役に立ってんけど、まあでも体温調節をするっていう意味ではまあ多少役に立ってるんかな。いやでも体温調節するのにこんな足いる、ね、尾びれでいいでしょ、はあ、尾びれやったら早く泳げるからね、いろんな獲物を捕まえやすくなるし、ね、まあ生息域も広がるわけやん、はあ、でまあ後ろ足を陸上で引きずるんやったら同じ講師、こんな形かこんな形かやったら絶対尾びれの方がいいでしょ。確かに絶対こっちの方が楽よ。ほんでな、ほんでな、ちょっとちょっとないんやねん、ちょっとないんやねん、うちの水族館アザラシいませんよ。